はい、どうも、聞く本です。今回のテーマは、古代の生活を取り入れるパート2。ご紹介する本は、鈴木優、最高の体調。この本の結論としては、人類は米を作る時代、最近1、2万年よりも、狩猟採集時代、要するに狩りをする時代の方が、これ600万年っていう風に圧倒的に長いんですね。で、だから、この狩猟採集時代のライフスタイルを取り入れた方が体調が良くなる。こんなことが書かれた本なんです。で、前半では古代に比べて現代人はカロリーや塩分取りすぎ、逆に食物繊維や発酵食品、日光、日の光とか運動などが足りなすぎるっていう、食事に関する話をメインに取り上げました。今回は解説の後半として、この本の中にあった古代と現代、その違いから生まれる不安やストレスの正体って何か、そしてその対処方法についてご紹介します。漠然とした不安感じるんだよな、ストレス対処法知りたいっていう方はぜひ最後までお付き合いください。それでは早速参りましょう。鈴木優、最高の体調。1つ目、不安について。理由はわからないけど、将来に対して漠然とした不安を感じているという方は意外と多いのではないでしょうか。かの有名な芥川龍之介が自殺してしまった時の遺書には、僕の将来に対するただぼんやりとした不安っていうふうに書かれていました。ではどうしてここまで現代人はこのぼんやりとした不安を抱えているのでしょう。私たちは何にそこまで怯えているのかっていうことですね。筆者は未来の遠さ、これがポイントだと言います。一体どういうことを言ってるか、掘り下げて見ていきましょう。古代人は現代人よりも寿命かなり短い。せいぜい30年から40年ぐらいですね。ですし、狩りが成功するかしないか。矢を打ってね、ブシュって当たって、やった、肉取れた、バーベキューっていう風に成功するか失敗するかっていうのは、もうこれ予測不可能ですよね。つまり未来なんていう感覚、これはほとんどなくて、その日を楽しむ。その日暮らしっていうのが古代人の暮らしでした。午前中に狩りを終わらせたら、午後は踊ったり、子供と遊んだりして、夜は焚き火して寝るっていう、そういうシンプルな毎日の繰り返しです。古代人のシンプルライフに比べて、現代の私たち、どうですかね、この暮らし。皆さん今、楽しんでますか？私たちは、今を生きるっていうのがほとんどないと言っても過言ではないかもしれません。学校に行くのも、塾行くのも、大学行くのも、全部、将来のためにって言われましたよね。将来のために勉強しなさい。今ね、頑張っときゃね、大丈夫だよとかって言われましたよね。会社でこれ働くのも、老後の資金を貯めるために働いてるとかね。もう子供の大学のためにって、やっぱりすごい未来を見据えて働くわけです。今、その人生100年時代とかって言われますよね。もう100歳になるまでの、もうこのキャリアプラン、自分がどう生きるかっていう未来をちゃんと考えないとっていうふうに、いろんなとこから煽られるわけです。100年後までのこれすごい遠い未来、これを見据えて行動することが求められるわけです。はい、今ね、出てきましたね。不安の正体を表すキーワード、未来の遠さ。古代人にとっての未来とは、今日一日をどう過ごすかくらいのこの見通しだったわけですけど、現代人にとっての未来とは、100年後までの見通しなわけですよね。もう遠い。遠すぎ、圧倒的に遠い。全くこれ予想なんとかできないですよね。もう無理。はい。特に最近はテクノロジーの進歩激しいですよね。たったこの数年間でもう自動運転技術とか、もう大きく社会が変化してます。無人のコンビニとかね。最近だと新型コロナの影響でもう通勤しないリモートワークとか、ズームでの会議、そしてデリバリーグルメなんて、もう10年前だったらほとんど誰も使っていなかったサービスが普通に使われています。これだけ社会の変化が早いと、100年後のことなんて全くわかりませんし、ね、10年後はおろか3年後ぐらいも未来予想できませんよね。もう、っていうかもうコロナなんて起こるなんて誰もわかんなかったですよね。ビル・ゲイツさんとかね、わかってたらしいですけど、普通の人はわからない、そんなことは。で、私自身も、これ3年前に自分が YouTuber になってるなんて全く思ってなかったです。で、ブログで本業以上に活躍できるっていうのもそんなことを全く思ってませんでした。本当、だから、自分の想像を超えた未来が待ってるわけですよね。
先が全く読めない世の中になっています。だからこそこの混沌とした全く予想できない未来のこの遠さに対して漠然とした不安っていうのを抱えてしまうわけですよね。で、じゃあどうしたら未来の遠さから来る不安を抱えずに進むか、この本では未来を近くすることを提案しています。つまり遠すぎる未来に向かってもうね、なんか漠然と頑張るのではなくて、3ヶ月後半年後っていうように予想しやすい未来に向かって頑張れば自分の変化を予想することができるから不安を抱えないっていうことですね。例えば10年後にはお金がもう自動的に入ってくる仕組みをもういくつか持ってて、世界中を旅して気に入った場所でもう1年ずつ暮らそうっていう、もうちょっと夢のようなこんなプラン考えたとしましょうね。まあこんなのいいなって私は思うんですけど、だけどこのままだと今自分がサラリーマンで、他にもし何もサラリーマン以外にしてないとしたら、もうこの描いたね、この夢プランと現実ギャップありすぎですよね。ギャップありすぎる、もう違いすぎるから、いや無理っしょと、いや無理だよね、10年後も結局今の会社で働いてるよ俺っていう風に諦めてしまいそうですよね。ね、それは遠い未来だから。だから少しずつ夢を分解して考える必要があります。自動的にお金が入ってくる仕組み、これどうしたらできるかな。例えば不動産を持つって人に貸すとか、まあ、株式投資、ブログ、YouTube とかいろんな手段ありますよね。一度仕組みを作ってしまえば広告料が入ってくる、自動的にお金が入ってくる仕組みです。また旅をしながら海外でもできる仕事とかスキルを、その今のうち10年のうちに手に入れておこうっていうのは大事ですよね。これ例えばプログラミングとか動画編集、そして音声配信のスキル、あとブログのね、ライティングのスキルとか、こういうのを持てば海外でも MacBook 1台あれば仕事ができます。こんな感じですべきことを考えたら、あとはじゃあどのね手段、不動産投資なのかブログなのかっていうふうに、どの手段使うのかと、これ期限いつまでにやるっていうのを決めればいいだけです。よっしゃ、自動的にお金が入ってくる仕組み、じゃあこれはブログを軸にしてやろう。まずは運営1年で月1万円目標にする、頑張るぞっていう、こんな感じです。そしたらじゃあもう半年で頑張って収益化しよう、今日から1ヶ月の間にブログを立ち上げて Google AdSense の広告の審査、これに合格しよう。じゃあ今日すべきことは何かな。じゃあまずブログの作り方で検索してみようかな。ブログの作り方の本買ってみようかな。で、こんな感じでどんどん10年後から近い未来、3ヶ月、1ヶ月で今日1日っていう風に近い未来が見えるようになってきます。こうすると不安がちょっとずつなくなって、逆に、あ、俺でもできる気がするっていう希望が湧いてきますよね。不安じゃなくて希望が湧いてきます。近い未来のイメージがもっと鮮明になるようにするためには、1ヶ月前にブログをスタートした自分よりちょっと先輩、そういう人に会って話を聞くとか大事です。まあ、これ先輩 A としましょう。そしてブログ運営歴1年で収益月に1万円を達成した先輩 B とかね、そういう人が身近にいると、あ、この人を目標にして1ヶ月動けばいいんだとか、あ、先輩 B を目標にして1年間やったことちょっと聞いてみよう、その通りやれば1年間で1万円は達成できそうだなとかっていうふうに分かってくる。まあ身近にね、こういう人がいるとアドバイスもらえて心強いですよね。ということで、不安を抱えることっていうのは、これ記憶力の低下とか理性的な判断力の低下、そして寿命が縮まるとかっていうふうに不安を抱えるといいことって何もないんだそうです。だからこそこの遠い未来ではなくて近い未来をイメージして不安をなくして日々継続して積み上げて頑張っていきましょう。まあこのね、聞く本もなんとかね週に2回積み上げて配信してますし、まあ、本を読むことも一つの積み上げだと思います。一緒に勉強していきましょう。はい、2つ目、ストレス対処法についてです。まあ、ストレスは誰でも程度の差はあれ感じますよね。で、そんなストレスに有効な2つの方法が書かれていたので紹介します。1つ目がリアプレイザル、聞いたことないっていう人多いですよね。私もこの本で初めてリアプレイザルっていう言葉を知りました。リアプレイザルとはリアプレイザルなんですね。リが再び、
アプレイザルが評価する、まあ、再評価するっていうことなんですね。どういうことかというと、自分の今感じている感情、怒りとか悲しみとかね、これを再評価して新たに意味付けする方法なんです。具体的にいきましょう。例えば上司に小言言われてムカってしたとします。いや君さ、こんなさ企画書作ってさ、何なの、全然意味わかんないよ。ムカってきますよね。じゃあお前作れよって思います。でこのままだと怒りの感情でイライラして、その後の仕事集中できませんよね。だけどリアプレイザルを使って、なんでなんかイライラしたな、上司は朝奥さんと喧嘩して機嫌が悪いのかもしれないな、ていうかもしかしたらだいぶ前からこれ熟年離婚の危機なんじゃないのって、こんな風に考えることによって、じゃあまあちょっとぐらいイライラしててもしょうがないか、哀れやな、いいよ俺が聞いてやるっていう風に、まあこんな風に思って少しイライラが収まりますよね。こんな感じで、まあ、僧侶のようにやっぱり喜怒哀楽の感情をね一切出さずにコントロールするって、これは無理です。不可能、そんなのは無理だから、この発生した感情、怒りとか悲しみ、この意味付けを後からポジティブに変えていくのがリアプレイザルの特徴なんですね。他にも緊張してきたな、今日プレゼンうまくいくかなっていうのは、いやちょっと緊張してきた、いやこれ興奮してきた、オーラワクワクするぞっていう風に緊張をワクワクに変えちゃう。あとは、いやーなんなんだよこれ、どうして自分だけいつも辛い目に遭うんだよ、なんで俺なの不運だっていう風に思うのを、いやこれは自分を成長させてくれる環境になんか毎回置かれてる、これは神様がくれた機会だ、これを乗り越えてこのハードル乗り越えればもっと成長できる、頑張るぞとかね。あとは、いやー失敗しちゃったな、またやっちまったっていうのを、いやちょっと最近自分疲れてるかもしれない、これはリフレッシュするいい機会だ、よしじゃあちょっと温泉でも行こうっていう風にね、こんな感じです。物事をどう受け止めるかっていうのは自分の心が決めるわけですね。であればこのリアプレイザルを使ってなるべくポジティブに受け取った方がストレスを感じずに気持ちよく元気に暮らすことができます。いやけどさ、私がネガティブだからポジティブに受け止めるって苦手なんだよねっていう方がいるかもしれません。っていうかこれ結構いますよね。だけど大丈夫です、このリアプレイザルは心の筋トレって言われてます。何度も何度もこのリアプレイザルを繰り返すうちにこれが上手になってくるんだそうです。だから何度もこのリアプレイザルにチャレンジして、もうねダンベルをね1、2ってね上げるように、もう心もこれムキムキにしていきましょう。そしてこのまあ言葉っていうのは言霊になるので、なるべく前向きな言葉を使った方が幸せな人生を送れるっていうことは間違いありません。私もなるべくネガティブな言葉は言わないようにしてますね。ということでそれはちょっと心がけていきましょう。ということで、ストレスに対処する方法、リアプレイザルを1個紹介しました。最後もう1個、2つ目のストレス対処法がコーヒーナップ。まあこれは、ストレス対処法っていうか、集中力を上げるとか、疲れを取る方法です。まあコーヒーナップっていう言葉ね、これは初めて聞いたっていう人でも、多分無意識でいつもやってるっていう人もいると思います。ナップはうたた寝のことで、コーヒーを飲んでから昼寝をして、まあ、15分から20分したら起きるっていう休憩の方法なんですね。まあ、たった15分目を閉じるだけで本当に疲れ取れるの、集中できるのって思いますよね。けれどもこの仮眠の力っていうのはデータでも実証されていて、ほんの15分間目を閉じるだけでも本物の睡眠に近い効果、リラックス効果とか疲れを取る効果が得られるのだそうです。だからスペインにあるシエスタっていう、まあ、昼休憩の習慣は、まあ、これ午後の作業効率を上げるのに、まあ、理にかなってるわけですね。まあ、午後とかそのランチタイムでね、カツ丼とか焼肉定食とかがっつり系ラーメンとかね食べると、まあ、なんか2時ぐらいに超眠くなったりしますよね。まあいいや、はい。で、まあこういうのをなんとかね、午後も仕事頑張るためにこのコーヒーナップが有効なんです。まあ、なんでじゃあこのね、昼寝前にコーヒーを飲むのがいいかというと、コーヒーに含まれてるカフェインが効き始めるのがちょうど飲んでから15分後くらいなんですね。だから昼寝から起きるのと同時にカフェインの
この集中力アップ効果、眠気撃退効果っていうのが働いてすっきりと目が覚めるっていう、こういうことなんです。だからこのコーヒーナップをすれば寝起き後すぐにこの全集中モードになれるわけですね。このコーヒーナップ受験勉強、大学の受験とかの時から、私は結構取り入れてました。コーヒーナップっていうね言葉は知らなかったんですけど、昼寝をしてからコーヒーを飲むのとコーヒーを飲んでから昼寝をするのとでは明らかに先にコーヒー飲んでから昼寝した方がすっきり起きられるなって分かったんですね。でそれからね、やっぱりその受験勉強以外でも仕事とかで疲れてるなっていう時は昼にねコーヒー飲んでちょっと15分ぐらい寝るっていう、このコーヒーナップやってます。こんな感じでね、ちょっとストレス対処法とは違いますけど、コーヒーナップは、このね本にも載ってて紹介できてよかったです。ということで今回は鈴木優さんの最高の体調から1、未来の遠さから来る不安への対処法として近い未来を設定すること、2、ストレスの対処法としてリアプレイザル、そしてコーヒーナップをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。このね最高の体調にはこの他にも自然と触れ合う機会を増やした方が幸福感やっぱり上がるよとか、本当はね、月にくらいでキャンプ行くのがいいけど、そんなのねちょっとめんどくさいですよね。月にキャンプはめんどくさいっていう時はもう自然の写真とかでもいいから携帯の待ち受けにしたりとか、パソコンのねホーム画面に設定しておくことでリラックス効果が得られるよ、なんていうアドバイスが載ってましたね。そういうふうにこのストレスフルな現代を生き抜くコツがたくさん紹介されている本です。もう本当に学びが多い本なので、最近体調良くないなっていう方、若いうちからこれ健康に投資した方がいいなって思う方はぜひこの本ご覧ください。私もねこの本読んで、このやっぱり健康の重要性、若いうちから健康はこれ投資なんだと、お金を使ってどんどん健康に投資することで、健康寿命伸びるし将来ねより良い人生が送れるということで、若いうちから、今30代なんですけど、どんどん健康に投資していこうとというふうに思いました。とってもいい本だったので、おすすめです。ということで聞く本はねこんな感じで、本の紹介要約をやっています。スタンド FM とかでもやってますし、 YouTube でも配信してますので、本が好きな方、勉強したいっていう方はよかったらチャンネルフォローしてください。このね聞いてのコメント、こう思ったよとか感想、質問などはどしどしコメントいただければ嬉しいです。それではまた一緒に勉強しましょう。聞く本がお届けしました。